お待たせいたしました。ただいまよりですね、第2部ジャパンムーブアップトークセッションをお送りしたいと思います。それでは先ほどね、たっぷりお話いただいたばかりで大変恐縮なんですが、はい、改めて本日のゲスト堀井嘉孝さんにご登場いただきます。どうぞ大きな拍手でお迎えください。はい、どうぞおかけください。先ほどは素晴らしいトーク、どうもありがとうございました。一木さんもね、はい、知らない事実が、いや、僕2020年から全人口減ると知らなかったですよ。これも、統計の調査で、入ってます。それを見据えた、まあ、エンターテインメントの展開というのもね、お話しいただきましたが、はい、第2部はですね、ジャパンムーブアップトークセッションといたしまして、堀さんに様々なテーマで日本が元気になるお話をお伺いしていきたいと思います。早速最初のテーマはこちらです。はい、日本と世界のエンターテインメントの違いについてお聞かせいただければと思いますが、やっぱ世界のマーケットっていうのはね、もう必要不可欠という話先ほどありましたが、いかがでしょうか。なかなかこれも難しいんですよ、広すぎて。で、一番違うのは、過去ずっと日本のエンターテインメントっていうのはもう 99.9% 国内需要だけでうまくいってたっていうところで、今日本の CD の売り上げっていうのは世界1位なんですね。で、お、世界1位だって皆さん思うと思うんですけど、一番最盛期のよりの 40% ぐらいしかないんですよ。一番いい時は8000億ぐらいだったのは今2900億ぐらいで、じゃあなんで1位になったのかって、アメリカからレコード屋さんがなくなったからで、あんまり世界1とか2とかってあんまり関係ないんですよ。マーケットをどれだけ抑えてるかっていうことと、金額的にどれだけあるかっていうことでいうと、日本というのはもう本当にこじんまりと日本国内だけでやっていけてたものが、先ほども言ったように黙ってても人は減っちゃうっていうところに対抗していかなきゃいけないんですね。で、そこが大きな違いですけど、世界のエンターテインメントって言っても、ほとんどアメリカの資本のものがもう世界中を、まあ、牛耳っているという言い方は変ですけど、映画もそうですし、まあ、演劇はイギリスとアメリカですし、うん、他に何がありますか。アニメーションも実際にはアメリカのアニメーションが世界中のテレビ、ケーブルテレビで流れてるし、ディズニーチャンネルはどこの国行ってもありますし、日本のアニメはすごいすごいって言っても、実際に稼働してる国とか金額規模とかで言ったらそんなにまだ大したことないですね。今でもクールジャパンということでですね、まあ、全体的に、ね、エンターテインメントだけじゃなくて、やっぱアジアに日本も出てってるじゃないですか。まあ、どんな感じなんですか。堀さんなんかも結構出られてると思うんですけども、なんていうんですかね、ニッチなものをつなぐことがインターネットの世界ではできるようになったんで、一人ものすごく好きなものがあって、それをアピールしていくと世界中の人たちが集まってきてコミュニティを作るんですね。で、先ほど言ったうちの、アニメソングの歌詞というのは、マクロスっていう、マクロスフロンティアっていうアニメーションの、歌をやってたんですけど、はい、マクロスって20年ぐらい前からずっとシリーズ重ねてるんですけど、世界中でマクロスって一度も放送されたことないんです。でも世界中にマクロスファンがいるんですね。で、そのシンガポールのアニメフェスティバルのコーディネーターから、そのアーティストのファンページにアニメフェスティバルをやるから来てくれないかってメールが来て、まあ本当か嘘か分からないから行ってみようって言ったら、お客さんがいたんですね。2000人ぐらい集まって、そこからシンガポールも来るんだったらこっちもこっちもってどん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 広がって、フランス行ったり、この先月もサンフランシスコのフェスティバル行ったりとか、実現するとなるとみんなオファーを出してくるんですね。でもほとんどは日本のにお願いしてもアーティストも来ないだろうと思ってるんで、どうしても K-POP に行ってしまうと。なるほど。先ほどトークの時にも Facebook のお話がありましたけど、こう日本の、ね、エンターテインメントの素晴らしさを世界に発信するには今は本当にいい時代ですよね。いい時代というか、もうここでやらないといつやるんだって、もうそれぐらいもう遅きに失してるんですよ。だったらもうとにかく行って実際に見せるっていうことが。なるほどね。今年ね、そういえば ABEX がレイネーションがなぜか台北とシンガポール行くんですね、はい、今年から、アジアに進出ということですね、はい。
ちょっと僕も行って見学してこようかな。そうですね、やっぱご自分で行かないと感じないとニュースで報道されてることだけじゃない、びっくりすると思いますよ。で台湾でコンサートをやる、まあ、うちのそのアニメの子なんかもやったんですけど、大体向こうの感覚で言うと1万2000円ぐらいのチケットを買ってライブに来てるような感じなんですよ、ね、でそれができるのって本当にお金持ちなんですよ。お金持ちはインターネットの環境は潤沢だし、その非常に滑らかな環境を持ってるし、コンサートグッズもたくさん買うし、で全国民に向けてっていうことはもうとても無理なんですよ、ね、ある一部の人が興味を持ってくれたものが少しずつ広まっていくっていうのは文化とか芸能の話なんで、ね、絶対びっくりすると思います。なるほど、ちょっと楽しみですね、はい、研究していきます、はい。それでは続いてのテーマに参りましょうか。こちらです。また大きなテーマが来ましたが、エンターテインメントの力について。でも先ほどスペシャルトークの時にも、うん、まあ国境を越えて、まあ、政治的な問題を越えて、やっぱりエンターテインメントは訴える力があるというのお話もありました、ね。 まあ、それもありますし、例えばホリプロっても総合プロダクションといいますか、もうあらゆる、ね、歌手から俳優から舞台やる人からスポーツ選手からあらゆるジャンルの方が所属してますよね、はいはい、そうだ、そういう意味で言うと、まあそうですよね、まあ、やっぱ社長として全体を目配せしながら海外に出ていくものに関しては言葉使って無表情でも分かるものはもう とりあえず考えに入れてないんで、うん、もう歌とお芝居とぐらいですよ。もうそこに一極集中です。テレビ番組なんかでもなかなか海外で放送されないっていうのは、昔の日本のテレビドラマって26話ぐらいあったんですね。今11本ぐらいで、韓国のドラマも他のインドのドラマもみんなそうですけど、大体ワンシーズン50話とか60話とか週3回ぐらい連ドラを放送するんですね。だからそれではとても間に合わないんで、多分ドラマはなかなか海外にこれから持っていくのは難しいだろうなって。そうするとやっぱり歌の力っていうのは、我々がその若い頃も意味は分かんなくても英語の曲聴いてたわけだし、アニメのそのこのことで見た感想でいうと、アジアはもちろんですけど、フランスでも日本語で合唱するんですよね。で英語で曲の間に MC をやると、日本語で喋ってくれっていうのが掛け声が来たりするんですよ。だから日本の文化を見に行ってるんだから、日本のものを見せてくれっていうことは言われますよ、ね。だからなんていうんですかね、もう日本でやってることをそのままやっても伝わるのが一番です。でよく学生さんの前で言うんですけど、自分たちの人生でなんか、ね、人生を変えた洗濯機がかつてあったかと、人生を変えたテープレコードがあったかと、でも人生に寄り添った曲とか映画とかなかったですか、ものすごく悲しい時に聴く曲はありませんかっていうのは、まさにこれだと思うんですよ。それはどこの国でも同じで、方法と手段が違うだけでアプローチは全く一緒なんですよ。誰かが悲しい時にみんなで歌う曲は必ずどこの国にもあるし、ベトナムとかマレーシアだったかな、どっかでは未だに逸話真由美さんの恋人やはすごいんですよ。誰でも知ってるんですよ、マレーシアで誰でも知ってるんですよ。でそういうものが伝わってるってことを知っていれば、おのずと次の展開っていうのは戦略的にやれば見えてくるんじゃないかなと思いますけど、ね、人生を変える気持ちで、他の国の人たちの人生も変える気持ちでいくっていうことです。奥深いですね。まあでも確かにそういう曲ってありますよね、音楽はね。ちなみに堀さんの人生を変えた曲は。人生を変えた曲で、僕は本当にいろんなもの聞いてたんで、もあれですけど、一番尾崎豊ですね、15の夜ですね。あ、同じ気持ちのやつがいたんだっていうのは、結構青春時代は悶々と、うん、悶々とはしてないんですけどすごいツッコミですね、ちぐささん。15の夜ね、リリックもたまたまね、その時に学校の指示で何日間かお休みをいただいてて、なるほど、教育的指導のお休みです、まあ、まあ、君、まあ、もうちょっと休んでいいよって言われてた時にレコード屋で買ったら、
だったという。それはもうシチュエーション最高ですね。堀さんとね、よく聞いてたんだけど、だって小さい頃からで周りに芸能人、有名人ばっかりでしょ。まあそうね、なんかこう混ぜた子供になってたりとか、まあ、ここでは言えない話いっぱいあるんですけど大学に入るまで、新宿に昔駒劇場っていう劇場があったんですけど、大学入るまで正面玄関から入ったことなかったですね。そうか、顔パスで裏口から。でちっちゃい時は守衛さんの、なんていうんですか、小窓があるんですけど、守衛さんがいて、それがね130センチぐらいだったんで、スーッと入れたんですよね。あ、見えなくてね。それもで表から入ったのはアルバイトしてた、アルバイトを大学の時にした時が初めて。へえ。まあだから皆さんに比べたらつまんない生活でしたよね。いやいや、だって横見てもいつも有名人いるみたいな感じですよね。ですね、なんかそうそう、まあ、なんか近所のおじさんたちが遊びに来てるような感覚ですよ。あ、なるね。だから、テレビ見ててもそんな面白くないんですね。いつも友達風景だけど、ね、全然面白くない。プライベートなお話をきっとね、お家でも大物の方々がしてるのを聞いてる方が確かに楽しいですよね。でしたね。映画は何か思い出に残ってる作品はおありになりますか？映画は何でしょうね、もう本当にたくさんあるんで。映画の話をすると、さっきデスノートって話ありましたけど、脚本家と食事しててマイベストムービーは何だって話で2時間は盛り上がれるんですよ。で同じものがあったっていう時に、たまたまそれはニューヨークに住んでる人なんですけど、アメリって作品が面白かったって、はい、あ、俺もアメリ知ってるぞ、あれがこうしてこうして盛り上がるんですけど、今度会う時までにベスト20を持ち寄ろうって話になって、今 ET にしようか、哀愁にしようかとか、なんか幅広いですね。幅広いですね。アメリから ET、 哀愁か、職業柄というか、堀さん日々も、もう3つも4つも舞台見たり、まあ、そうですよね。例えばね、映画だったよね、お仕事のうちみたいな。今では考えられないと思いますけど、僕は ET っていうのはニューヨークで見たんですね。日本で公開される前に、当時のニューヨークの劇場って2階席は喫煙家で、学生だったのでタバコ吸いませんでしたけど、自転車が飛んだ瞬間に場内が総立ちで拍手するんですよ。であれ見ちゃったんで、もう ET がもう焼き付いちゃったんですよ。今はもうそんなことはありえませんけど、席から立ったら怒られちゃうんで、ね。でもそう思うと、ね、今はいろんな映画を見るにも何するにもルールがあって、それはそれでいいことで大事な必要なものなんですけど、当時のそういう良さもありますよね。まあ、あと今自転車飛んだからじゃ驚かないですからね。今 CG とかすごいですからコンピューターぐらい画期的なね、はい、月のバックに印象的なシーンでしたもんね、はい、ありがとうございます。なんかまだまだお伺いしていきたいんですが、じゃあ続いてのテーマに参りましょうか、はい、こちらです。最後の、テーマになります。経済の活性化、復興、国際交流、そして何よりみんなの元気が高まることなど、オリンピック・パラリンピックがもたらす効果についてお聞かせいただければと。結構さっき堀さんね、もう前段で喋っていただいてましたけど、ね、スペシャルトークでもお話がありましたが、はい、やはりもう最大のジョーカー、切らなくてはいけないジョーカーという話でしたよね。今日もそういう話になったんですけど、中学生ぐらいの子供がいる人がオリンピックで働きたいと言っているとかね、やっぱり5年後の目標で自分がオリンピックでボランティアをやっているだろうって想像している子が結構いるわけですよ、でそれは素晴らしいことなんですよ、で、まあ、さっき控室でもお話しましたけど、実はオリンピックのボランティアよりもパラリンピックのボランティアの方が大変なんですよね。数も必要だし、で日本の人たちももう世界中そうですけど、オリンピックが終わるとなんかもう終わった感じになってしまうっていう、これを日本だけはパラリンピックがものすごく盛り上がったっていうようなことが、万が一ですね、世界にアピールできたらものすごいアドバンテージですね。で競技場のそばにどんな障害を持っている人でも難なく競技場間を移動できたとか、ホスピタリティがそのボランティアの人たちがパラリンピックの人たちに対応した仕方が、先ほど高齢化社会のモデルになるっていうのはすごく快適だったって言って帰っていくっていうのは
これに勝る宣伝ってないんですよね。まあそうですよね、本当百聞は一見にしかない、そういう口コミで広がってきますからね。だからオリンピックで盛り上がるのはいいけど、同じ情熱をパラリンピックに向けないと多分難しいんじゃないかな。どうしてもね、後にやるからパラリンピックがね、こう注目されないんですよね、残念ながら。だね、ロボットの技術とか、その介護ロボットとかの量産体制っていうのは日本はもう段違いに進んでるんで、少なくともアメリカのものよりも日本のものの方がアジアの人たちにとっては近しく感じ、まあ、距離的に近いってこともありますけど、それ見ちゃうってことが大事なんですね。で、特にその、びっくりするとか、すごくでかいとか、すごく速いって、もう人間の感情でこれほど単純にびっくりするものはないんですね。で、そのエモーションっていうのが動かすんですね、人を。大きい画面とか、うまい歌とか。で、それを東京の場合にはロンドンと違って、ビートルズもいないし、ジェームス・ボンドもいないし、世界的なアイコンになるものって何もないんですよ。だから全部が世界から来た人、テレビで、世界中で見てる人にとって初めてでなきゃいけないし、初めてでびっくりしなきゃいけないし、あそこに行きたいと思わせなきゃいけないし、そういう意味では経済効果もあるし、ホスピタリティの効果も、東京はバリアフリーで素晴らしい街だったっていうカードが最後にもう一つジョーカーとして残ってたら、とても大きい経済効果もあるし、文化的な効果もあるし、自信をなくしてると言われてる日本の人たちが世界から称賛されること、ものすごく喜ぶわけですよ、日本人は。褒められると伸びるんですよ。だから褒めてほしいと思えば多分うまくいくんです。なるほどね、まあ、本当に、ね、2020年だけじゃなくて1年ぐらい前からね、まあ、あのラグビーのワールドカップもありますしね、どん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 外国からお客さん来ますから、まあ、本当に日本のいいところを見てもらうチャンスなんですよね。そうですね。そして東京オリンピック・パラリンピックが、まあ、パラリンピックもすごく注目されたという、こう世界的にも最初のオリンピック・パラリンピックになったらすごく光栄ですよね。ねえ、おもてなしって言ってるぐらいですからね。普段通りやってれば、おもてなし、何かやらなきゃいけないと思わなくても、普段通りやってることが素晴らしいんですよ。だデパート行ったりして、あんなに、放送をしてくれる国なんか世界中どこにもないし、短時間であんなにやってくれる国もないし、整列して入場してるとか、トイレがきれいとか、水飲み場もゴミ箱もあるなんて国はほとんどないですよ。でだから普段通りのことをやって特別なことをやらない上にびっくりすることっていう、なるほど、なるほど。先ほどもね、電車のお話ありましたけども、 1,2 分遅れただけで車内アナウンスすぐありますものね、お急ぎのところ大変申し訳ありません、はい、それを海外から来られた方驚きますものね、まあ、謝ってくれてるみたいな。ロンドンで電車乗るときベルなんか鳴りませんからね。で平然と10分ぐらい遅れるときあるし、それが当たり前ですから ね、だってまあこういう六本木、日本は、ね、平和で六本木とか夜ね、はい、まあ、女性も歩いてますけど、そうですね、海外はね、夜の遅い時間なんかも女性一人で歩いちゃいけないんですから、確かに本当そうですよね。もうなんかそう思うと2020年本当にもうチャンスなんですね、いろんな意味でのね、はい、まあ、だからそこから伸びていくっていうね、そこがもう本当に通過点にならなきゃいけないことですからね。そしてもちろんスポーツと同時に開会式ですとか閉会式ですとかエンターテインメントもすごく注目を浴びる中で、もう今から誰がやるかっていう もう騒がれてますけども、ホリプロの中でもね、すごく皆さん目標を持たれてるんじゃないですか。出たい出たいっていうね、タレントさんは山ほどいるでしょうけど、ね、やっぱりそれ一回こっきりじゃないんで、やっぱりそのオールジャパンって口でみんな言いますけど、本当にやってみないことにはその先が見えないんで、その時に演出をされる人なのかが、これが最大最後のカードを出すのに最適だと思ったことは自信を持ってやればいいと思うんですよ。何やったって批判する人は批判するし、長野オリンピックの時もみんなボロクソ言ってる人もボロクソ言ってるし、良かったって人はものすごく良かったって言ってるし、いや僕意外だったのはね、僕もオリンピック関係の仕事をしてましたけど、僕もね感覚としては2020年まだだからまだいいだろうって感覚だったんだけど、まあ、さっき堀さんからね、いや一木さん準備するのはもうね今からじゃいけん間に合わないんだよっていうね、ねえ、そうですね、素人考えだといやまだ先ですからみたいな感覚なんですけど、はい、そうですね、やっぱいろんなその環境がありますもんね、装置からね舞台からね、
さっきのデスノートっていうミュージカルはもう5年前からやってるんですよ。で、5年前からやってるんですか。やっと先々週ぐらいに最後の曲が上がってきたんですよ。もうギリギリなんですよ。だからもう、たかが1ヶ月公演でも5年かかるんですよ、ゼロから作るのは。まさにあと5、6年しかありませんからね、2020年までね、はい、楽しみにしたいと思います。さあ、それではですね、ここからは会場の皆さんから、堀さんに質問を受け付けたいと思います、はい、お時間の都合上、2、3問になりそうなんですが、質問が終わりになる方は挙手にてお願いしたいと思います。スタッフの方が、ね、マイクをお持ちいたしますので、ご自分のお名前と質問をお願いいたします。それでは、ね、急に言われても緊張すると思いますが、あ、でも早速手が上がりました。ありがとうございます。じゃあ後ろの、そうですね、スーツの方、お待たせしました。貴重なお話ありがとうございました。株式会社ニュースターの岡田と申します。2020年に、オリンピック・パラリンピックが招致されて、世界中から日本にたくさんの人が集まると思うんですが、先ほどエンターテインメントについてはたくさんのお話をいただいたんですが、その際に日本が世界に誇れる文化について、堀さんは今どう思われているか教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。これも 広すぎて分からないですけど、日本が誇る文化って、まあ、エンターテインメントだけに限って言うと、例えばレ・ミゼラブルを日本で見てもレ・ミゼラブルなんですよ。日本人からするとこれは日本語訳したレ・ミゼラブルだと思ってるかもしれないけども、タイとか、じゃあシンガポールとかマレーシアの人からすると一番近くて見に来れるレ・ミゼラブルなんですよ。外国のものでも日本語でやってても全然いいわけです。歌がうまければいいし、感動すればいいわけです。でもその横に必ず日本のオリジナルのものが、その外国製のものと並び称されるぐらいないといけないと思ってるんですね。で、2.5 次元ミュージカル協会というのは今度できて、その日本のアニメ原作のミュージカルとか舞台とかを積極的に海外に持っていきましょうというのも、それもその一環だと思いますし、伝統文化に関しても多分東京に来た人は興味を持つと思うんですよ、歌舞伎とか相撲とか。その時に何より日本人が日本の文化をよく知っているかどうかだと。で、日本の文化って、まあ、どの文化でもそうですけど、大体ぼやっとは知ってるけども、質問された時に答えに窮すって時は多分多いと思うんですね。あるイギリスのプロデューサーに、寿司っていうのはどういう経緯でできたんだって言われた時に答えられなかったわけです。で、日本人なら寿司なんか誰でも知ってるもんだと思ってたと。いや、イギリス人はシェイクスピアのこと知ってるぞって言うわけですよ。で、ことほどさらに何かを説明、日本のことはそんなにその専門家にはならなくてもいいけども、質問された時は少なくとも日本の地図は描けるとか、ね、何県はどこにあるとかって日本人が知らなかったら説明できないんですよ。で、日本の文化の良いところとか、アピールしなきゃいけないということは、まず日本の人たちが日本を深く知ることですよね、うん、なぜこうなってこの国は成り立ったのかで、さっきの統計だとみんなびっくりして愕然とするわけです。そんなに減ってるのとか、2020年に全人口で、普段全然興味ないからですね、流れてるんですよどっかには。で、興味があってそれを自分のなんていうか引き出しに入れるっていうよりも、自分でリアレンジをしてさらに遂行して話すと面白いことができてくるっていうのは、一人一人のその時に迎える我々が一人一人が何か一つでも面白いと思うことを説明できるほど、文化としては多分なんていうかな、日本が誇る文化って、私たちはこんな経験をして今ここに至ってます、で今日がありますで未来がありますっていうのはオリンピックの精神なんで、少子高齢化といってもこんなに素晴らしいパラリンピックができたんですよっていうことも素晴らしい文化になると思うし、文化っていうのは生活の中で作り上がっていくものなんで、今あるものをまず知るっていうことと、将来こういうふうになってるといいなと思うことを持っていることじゃないですかね。答えにはなりませんけどね広すぎるお話だったんで。いやでもね、意外に日本の文化っていうのはだから中にいると感じないことってあるじゃん。例えばコンビニってある日本の文化ですよ、あれも。
海外とか行くとね、ああいう仕組み、あんなの誰でもできるだと思ったけど、アジアになんでみんなが出ていくかというと、あれは日本のシステム、もともとアメリカから入ってきましたけど、とかね、普通に韓国とか中国 の, あのコンビニ、もうおでんもおにぎりもあるのに、もう弁当は世界共通語になりましたし、ありましたね、弁当、そうですよ、はい、そう、文化は生活の流れ積み上がっていくものという名言もいただきましたね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、自分がいいと思わないものは説明できないっていうのは、まず自分がいいと思うことですよね。この国のこれがいいっていうのを、ね、ちょっとお寿司についても期限調べようと思いました私。ねえ、お寿司確かにお寿司って単語は知ってますけど ね期限とかちょっと遡りたいなと思いました。大好きですし。じゃあもう一問いけますかね。どなたか質問が終わりになる方、はい、じゃあ一番後ろの方、はい、どうぞお願いします。今日は貴重なお話ありがとうございました。クロスステージの友澤と申します。ホリプロさんをですね含めたエンターテインメント業界というのは非常にですね影響力のある業界だと僕思ってるんですけれども、その影響力のある、ホリプロの、リーダーの堀さんとして今後日本人が、日本に対して誇りを持てるような教育っていうのを今後、やっていくっていうふうな、ことは何かあるんでしょうか。なんか質問が全てなんか壮大な最近ほこりほこりっていうことがよくネットなんかでも個人でほこりという言葉が出てくるんですけど、自分がなんていうのかな、やらなきゃいけないことを一生懸命やってればそれでほこりなんだと思うんですよね。で教育という話もありましたけど、頑張って勉強したらそれは誇りになるし、さっき の文化の話じゃないですけど、日本人なのに日本の歴史知らないし、でいつも学生を相手にしたり、うちの社員の研修でも僕が喋った時は必ず2人出させて日本地図で世界地図書かせるんです。でもうまず十中八九日本を真ん中に書くんですね。で世界地図って Google で検索されると するとその地図が出るんです。でも、まあ、世界中で通用する言葉の人は英語だとするとワールドマップってやると絶対日本は右に端に来るんですよ。でこれがスタンダード。紀元前の世界ってのは地中海の周りのことだけしか言わなかった。あそこを中心にイーストウエストだし、そういうこと安倍総理が俯瞰で物を見るって最近やってます。世界史観で物を見るっていうか、でよく日本といえば京都ですよって京都の案内するのにこれがいつ経ったか誰も説明できないで連れていく人が いるとか、ヨーロッパ人にとってはあんな新しい建物はないわけですよ。木造の法律じゃ別ですけど、紀元前からみんな民主主義やってた国で伝統と古のなんとかって言ってもたかなか2000年ちょっとの話はヨーロッパの人にはそんなに面白い話ではなかった。実際にヨーロッパの人とかが京都の何を素晴らしいかと思う、もう整然としてるっていう、もうとにかく見た目が美しいんだっていうことの方が喜ぶんですね。でその感覚っていうのはやっぱり世界史年表を頭に叩き込んでいかないと難しい。だから教育っていうのは日本のことだけを言うんじゃなくて世界の中の日本っていうことを多分やらないといつまでたっても世界に出れない国に多分なると思うんですよ。だからなんていうのは欧米とかヨーロッパとかって日本欧米と比較すると日本はアジア諸国と比べると日本はって必ず、新聞でも雑誌でも出てくると思うんですけど、欧米なんて国はないしね、ヨーロッパっていう国もないし、ロンドンのに行ったらロンドンのこっからあそこは、下町だ、こっから向こうはイスラム教の人たちがいっぱい住んでるよ、こっからはインド人街だ、もう全部違うんですよね、ルーツは。でアイデンティティも違うし、一つの国単位じゃなくてそのどの地域だっていうことがまで分かってないと、僕らエンターテインメントの話なんかだとシェイクスピアはいくら読んでも理解できないし、実際にその
アメリカっていうのは50州ある中の日本人が思い浮かべるアメリカっていうのはニューヨークとロサンゼルスぐらいなんですね。その他は広大な田舎で、買い物に行くにも車で1時間かかるのは普通のところとニューヨークではもう全然違うんだっていうことを頭に入れとかないと、いつまでたってもその内向的な、教育がうまくいってないんだってわーっと先生の悪口言ってる間に 20、30年経っちゃうよっていうことになると思うんですけど、それと大学でもっと勉強しないと、もう自分でも反省してますけど、あの4年間が振り返ると本当に無駄だったと思う。あのなんであんなに遊んでたんだって思うぐらい、もう50近くなってくると先を見てくるわけですよ、だんだん。だあの4年間にやるべきことがあったはずだと、僕は英語喋れないんですけど、あそこで4年間必死に英語喋ったらどれだけ今のビジネス楽になったかと思います、ね、でそれはもういつも大体やらなかったことを後悔するんで、ね、教育っていうのはそういうことだと思います、ね、やりたいと思わせるようにするっていうのはやっぱり教育もエンターテインメントだしね、面白そうだと思う話の方が面白いしね、面白い先生をどんどん作るのがいいんじゃないですかね。それも答えになってなくて申し訳ないんですけど、ありがとうございます。教育もエンターテインメント、エデュケーションですから、引き出すんですよね。だからね、やっぱり引き出してあげるこの手法というのを考えていかないとね。うん、そうですね。いやでもね、だから世界的、まあ今はそうですよ、なんかワールドワイドに行く生き方とローカルでもいいやって生き方とね、二極文化だと思いますよ。だからなんか挑戦したい頑張りたい人はどんどん努力するし、まあ、なんとなくゆったりしてればいいやって人はそうですし、まあ、さっき堀さんおっしゃったように自分で何するかですもんね。僕らが外国旅行行って言葉を通じて道が迷わない、迷っちゃったって言っても、なんとか向こうも教えようとするじゃないですか、うん、同じことは2020年起きるはずなんです、うん、もう街角でもう右往左往してる人がいた時にどういうふうにやるか、ここで一つでもその人となんかちょっとでも会話の共通点があると、もう爆裂的にフィールドが広がるし、こんな面白いことはないですよ。これは僕らがいくら作り物を作ってもそれにかなうエンターテインメントはないですよ。なるほど。じゃあ2020年に向けて本当個人個人もちょっと意識を高めて、うん、いや、そうですよ、はい、行きたいですよね。そう、あ、これそういう番組ですよ。そうですよね、ジャパンムーブアップ。みんなで日本を元気にというね、はい、日本元気に、はい、はい、ありがとうございます。じゃあそれではお時間が参りましたので、以上で質問タイム終了とさせていただきます。ありがとうございました。ではですね、最後に本日会場の皆様にもお書きいただきましたが、東京ムーブアッププロジェクトでは2020年を目指して、東京だけじゃなく今もね、まさにお話にありましたが、全国で日本を元気にする活動として、この度チーム2020を結成いたしました。ジャパンムーブアップ日本を元気にアクション宣言、こちらをベースに2020年に向けて日本を元気にしていく人たちをつないでいきます。ということで、本日はゲストの堀さんにも2020年を目指して日本を元気にしていくため、まあ、ご自身は何をされるかという東京ムーブアップチーム2020ネットワーク宣言を書いていただきました。そのでは発表をお願いいたします。堀義貴は2020年を目指して日本を元気にしていくために世界へ出かけていきます。おー、あ、拍手がいいですね。まあね、まあ、堀さん自らね、世界に、うん、まあ、今もかなり出かけてるんですけど、実は、ね、じゃあ改めてそう書かれた馬記をご説明いただけますか。いや、本当にあの出かけていくんですね。あの、海外市場を開拓して席巻しに行こうなんて思ってなくて、実際行って分かんないから教えてくださいってとこから始めてるんですね。で、多分それの積み重ねなんじゃないかな。まあ、さっきジョーカーと言いましたけど、僕はそのオリンピックの先も大事なんで、2020年の崖にならないように、とにかく世界中に知り合いがいて、日本のことを分かる人が一人でも増えてくれればいいなと思います。ありがとうございます。本当に貴重なお話たくさん伺いました。どうもありがとうございました。以上で第2部を終了とさせていただきます。本日のゲストは堀義貴さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。 Japan Move